そ、人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ悟空のおっさん。はっ、もちろんだ。おやおや、あなたは。レプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在がJフォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、教頭と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ楽しい宴を始めましょうか。はっ、はっ、そこ